赤いユニフォームが中国、そして白いユニフォームが4号3番東麗京、4番半式、7番5さあいいところにボールが出た、中国チャンスになるか、持っていく、右に開いていってタッチシュート、こぼれ球、よくキーパーを抑えました。今日のキーパー、まあ、サウジアラビア戦初戦になりますけれども MVP になっています。スローイン、センタリングするか、ちょっと長い、頭で合わせてシュートできるか、シュート、入らない、クリア。いやいや、今のはクロスバーに当たりましたか。そうですね、あの10でそうですね、ここで林明のシュート、長身の選手蹴っていって、シュート決まりました。アラブ首長国連邦1点を先制。もう一回ご覧いただきましょう。ここで逆サイドが完全に空いてしまったんですね。そうですね、チャンスですよ。さあ中国上げて、頭で合わす、キーパー出る、もう一回キーパー出ている、フリーになってシュート、さあ中国またチャンスを掴んでいます。いいシュート、ヘディングシュート、同点、カッカイト、九番のカッカイト、まずここで、その前が高異国のセンタリング、これを頭で合わせてカッカイト、シャイチン上げて、二人いる、攻撃的にいいもの持ってます。そうですね、カシュー戦上がってきます。そして右からもディフェンスが上がっています。中国チャンス、シュート、カッカイトの場面、ここでまたカッカイトがフリーになりました。どこに持っていくか、中央に出しました、アドラン持っていく、ホイッスル、フリーキック、 UAE のフリーキック、ちょっとイエローカード仕方がありませんね。コーナーですね、はい、あの手前がですね、アドラン蹴った、直接狙って右、逆に蹴りましたね。ははまだチャンスがありそう、上井ゴール前、ここで前半終了です。前半終わりました。今日の3位決定戦、中国対 UAE、 1対1の同点です。まあ、先ほど日本チームはこの UAE に注目して試合を見ているということがありましたけれどもね、あとキーパーが出ていました、戻る、早くスロー入れてシュート、戻ったキーパー、いやこれはびっくりしました。はい、キーパーが一番びっくりしてるんじゃないですかね。そうでしょうね。蹴ります、高いボール合わせたヘディング、キーパー出た、ナイスキーパー、よく今度は守りました、フー・ギョクビン。まあ、先ほどはちょっとボールを持ちすぎたというところがありましたけれども、今のはやはりベテランらしい好判断のプレーでした。さあキーパーの動きに注目してみてください。いいボールを上げました、競って蹴っていくところ、難しい、目の前に一人選手が出てしまいました。シュート直線狙っていった、キーパーやっと防ぎました、コーナーキック、ナイスキーパーですね、サイド選手。コーナーキック、中国のチャンスが続きます。今度はハイボール、ファを狙う、一回落としてワントラップ、シュート、ゴールポストに当たりました。惜しかったですね、カシューゼン選手、いい上がりでした。後半に入ってからほとんど直線狙ってきますね。そうですね、おっと激しいチェックの試合、おっとアワド。さあ今のプレーについては13番のリメイ、これはアレッドカード、ね、退場、これは今もう全くボールに関係ないところで、ね、
完全に選手を蹴ってしまいました。15分に各回答の同点シュートで追いついて1対1となっています。いい動きですね。中国さあ中国フリーになった、おフリーになった、1人で持っていく、シュート打てるか、右に決めると思います。はい、打った、外した、クロスバーに当たった。そして今度は UAE はエースの10番が左サイド。そうですね、であの PK はこれはこればかりは本当に分かりませんね。はい、打った、アドナンも失敗、中国ハンシキ失敗、そして UAE エースのアドナンも止められました。田島さん、はい、今のキックですがやっぱり左狙いましたね。しかし真ん中でしたね。あ、真ん中でしたか、これは落ち着いて決めました。再生決めました中国。日本ハミスは22歳です。うっと左隅決めました。1対1点も接戦。3人目、うっと入った、危ないところ、クロスバーをかすってネット。ゆえい、おっとちょっとクイック使って、あーっとフェイントをかけましたね。おっと決めました。わずかにサイドにか、16番のアブドラが蹴ります。おっと決めました。3対3同点。中国はキーパーのフ・ギョクビンが蹴ります。決まった。さあこれで UAE が外しますと中国3位、 UAE 決めますと次はサドンデスになります。こうなると後攻の方がちょっとですね、今の場面です。キーパー蹴り、あーっとキーパークリア、中国第3位、 PK 戦最後5人目で蹴りがつきました。試合は90分1対1の引き分け、そして PK 戦、ハミスが入れました、フセインも入れました、アムヨンラザック入れましたが、最後のハリトが外しまして、結局4対3、中結果になりました。この最後のシュート、よく読んでましたね、ウギョクビン。この賞は、どういうふうにご覧になりました？そうですね、ちょっと今日の試合で全てを語ることはできないと思いますけれども、はい、ワールドカップ予選には新たに立て直してくると思います、はい、決してこういうチームでは来ないと思っていいと思います。なるほど、まあ、その辺のところは日本選手もこの後決勝はもちろんありますけれども、